んだかさ、時計のお化けみたいな格好してさ、銀色で体中ライトがついたり消えたりしてる。僕タイムマシンなんて漫画の本でしか読んだことない。本物見るの初めて。タイムマシンって？タイムマシン。何タイムマシンって？タイムマシンだったら、タイムマシン知らないの？常識ないな。これに乗っていけばラーラや僕が生まれない前の時代に行くことができるってすごいのさ。ふーん。タイムマシン組み立て中の全員に告ぐ。組み立て完了次第直ちにテストを行う。テスト要員は直ちに位置につけ。以上。トンテーラーラおいで。あ、前泉さんだ。トンテー待って。今日は君たちをタイムマシンに乗せてってあげようと思って呼んだんだ。さあ、ここが入り口だよ。すごいぞ。前泉さんも一緒に行ってくれるんですよね？もちろん。ほら、手を貸してごらん。よいしょっと。時田博士、トンテにラーラ、僕の小さな友達です。こちらタイムマシンを設計した時田博士だよ。こんにちは。いらっしゃい。時田博士、各ケーキのチェックをしたいのですが、よろしいでしょうか？どうぞ。はい、準備 OK です。どうぞ。太陽電池いかがですか？どうぞ。OK です。どうぞ。昔見えるのスクリーンいかがですか？時間ハリハリを昨日の午後3時にセットしてみます。僕がトランプしようって言ったら大事な用があるからすぐ帰んなきゃいけないだって。なんだ、パチンコしてたんじゃないか。男の世界。今流れてきてる音楽はね、日本で作られている音楽の代表的な一つ、演歌っていうんだけれどもね、ラシドミファという短調の五音階でできてるんだ。世の中がどんなに新しくなっても、こういう日本的なメロディーというのは好きな人が多いんだね。お見通し、せなで吠えてる、からじしぼたん。昔見えるのスクリーン良好、時間ハリハリも良好です。次は時間ハリハリをそのままにして、場所移るを西46度、距離3500メートルにセットしてテストを行います。どうぞ。よろしくどうぞ。テレビのスタジオ。はい。これも今日本で作られている歌の一種だけれども、まるでロシア民謡みたいなメロディーだろう。こういう単調的なメロディーはね、いつになっても日本人に好かれる。だからチョコレートも売れるっていうわけなんだ。東13度、距離5000メートル。
これは勧進帳といってね、弁慶と義経の物語をもともとお能でやっていたのを幕末の頃に歌舞伎にしたものなんだ。今でも一番有名な歌舞伎で、特にこれから始まるのは六方といってね、お芝居が終わって幕が閉まってから弁慶が花道を飛びながら引っ込むところ、とても見物のところなんだよ。次に2つ一緒にテストします。昔見える3年前、場所移る北北東21度、距離7200メートル。音楽会だ。これは君たちもよく知ってるだろう。ベートーベンの第5交響曲、運命と言われているシンフォニーだ。日本では一番有名なクラシック音楽で、これをやるとね、音楽界は必ず満員になる。了解。ああ、これは室内楽の演奏会だね。弦楽四重奏といってね、バイオリン2人にビオラとチェロが1人ずつ、4人の弦楽器でやるんだ。この曲は前泉敏郎という作曲家の作品だけれども、あんまりお客は入っていないみたいだね。みんなまた難しい顔をして聴いているね。そんなに難しい音楽じゃないんだけれどね。素晴らしい。すべて良好です。おめでとうございます、時田博士。ありがとう。君たち制作チームの努力のおかげだよ。では、いよいよ時間の旅へ出発ですね。はい。進んでる。前泉さん。うん？わかったわかった。お弁当ならちゃんと用意してあるよ。ほっとした。では、まず昔うつうるをゼロにしてと。見えてきた。
どっかで見たような。ああ、学校。あのポプラの木、そうだ、お兄さんが行ってる小学校だ。でも随分ボロっちい校舎だな。お父さん。どこ？ほら、オルガンを弾いてる先生の前の列。うわ、トンテそっくり。あの子供の時のお父さんと今喧嘩したらやっぱり負けるかな。一生懸命歌ったら。この唱歌はね、広瀬中佐という歌でね、日露戦争の時の勇ましい軍人を称えた唱歌なんだ。今は学校で教えないけれども、こういういい歌は残したいね。琴の曲はね、春の海というんだけれど、宮城道夫さんというお琴の名人がいてね、昭和の初め頃から洋楽的な作り方を取り入れたお琴の曲をたくさん作ったんだ。そのうちの代表作だ。場所うつうる南南西8度、距離950メートル。お風呂屋さん。酒を飲むなと睨んで叱る色調親分。怖い その人また懐かしい。この人第三うわやだ、植木屋のおじさんよ。何は武士が好きな。頭全然はげてない。山の近道入れ墨、夢にも知らずただ一人。何は武士はね、明治の頃にそれまであった西門とか浮かれ節とかいう物語のついた音楽から生まれてきたものなんだけれど、昭和の初めに出たこの広沢虎蔵という人の節回しはね、とても有名になった。今の歌謡曲の中にもね、このなにわ節の影響を受けているものがとても多いんだよ。時田博士、この辺で日本で最初に行われたオーケストラの演奏を聞いてみたいんですけど。了解。うわぁ、立派なおひげ。これは明治20年頃の文部省音楽取り調べ係、今の東京芸大の昔の名前だけれども、その卒業記念演奏会の時のものなんだ。ベートーベンの第一交響曲第二楽章だね。ああ、
ルガンが入ってるぞ。管楽器が足りないのでオルガンが手伝ってるんだな。でもみんななかなかうまいね。明治になってから初めて入ってきたヨーロッパやアメリカの音楽はね、当時はとても物珍しかったに違いない。でも君たちのおじいさんやひいおじいさんたちはその中で日本人の好みに合うものをうまく取り入れて歌い始めたんだ。この故郷の空もね、スコットランドの民謡なんだけれども、ドレミソラっていう五音階でできているんで、日本の歌みたいに好まれたんだ。みんな気がつかないのかな。この頃はね、カブトムシなんてちっとも珍しくもなんともなかったんだよ。へえ、いいな。みんな広い原っぱでいろんなことして遊んでる。うん、レコードもテレビもまだない。でもみんなとても楽しそうだね。鬼ごっこするものよっといで、するものこの指止まれ、じゃんけんぽん、あいこでしょ、じゃんけんぽん、じゃんけんぽん、もういいかい、もういいよ、波に手跳ねる十五夜、お月さんに手跳ねる、お山の大将フレンコリ、後から来るもの突き落とせ、まんじゅう押されて泣くな、押すのがまんじゅう、飛んできた、寒いと言って飛んできた、生き抜けた、生き抜けた、三抜けた、赤い大根が大王好き、テテシャンテテシャン、夢ビスコに呼ばれて行ったら、大の水もの古代の浜焼き巻きへのお膳で、足は柳でいっぱいおすすらすーすーら、2杯おすすらすーすーら、3杯目には名主のゴンベさんが、魚がないと手を腹立ち、腹は立てども面目ないとて、ガラス瓦に身を投げた、身は沈み風は吹けども、お主様に願かけた、はてなはてなはてはてはてな。おや、筑前琵琶が聞こえてきたぞ。時田博士、ちょっと場所をずらしてください。了解。場所を移る南六度。都にかすりの着物着たお兄さんがギター弾いてる。あれギターじゃないよ。あれは琵琶といってね、明治の頃にとても流行った楽器で、筑前琵琶と薩摩琵琶とに分かれるんだけれども、これは筑前の方だね。一人で弾きながら歌うんだ。この音階はね、
ミファラシドの五音音階なんだけれども、ミファの間とシドの間が半音だね。でこういう音階を都節といってね、日本の音楽にはとても多いんだよ。悲しき父の宮、尺八は昔は虚無僧というお坊さんたちしか吹いてはいけなかったんだけれど、明治の頃になってからね、普通の人たちも吹くようになったんだ。音が細かく震えるような吹き方だね。そして一つ一つの音の高さがピアノみたいにはっきりしない。音階はこれも都節だね。きちんと座ってこのおじさん、よく足がしびれないね。うん、みんな山の中のあっちこっちにしゃがんで何してるの？うん、草を摘んでるんだよ。セリとかゼンマイとか、草餅を作るよもぎとか。ハイキングね、うん、あ、お弁当食べてる前住さんったら。ほら、わかったわかった。もうそろそろ飛んでからお弁当の催促があるだろうと思ってたんだ。アイスクリームもあるし、チョコレートもあるよ。さすが。おじいさんやおばあさんが僕たちぐらいの時はこんな美味しいものなかったよね。いや、そうでもないんだよ。アイスクリームは明治6年、チョコレートも明治11年には売り出されたんだから。もっともね、初めはびっくりするくらい高かったそうだけどね。さあ、時田博士もご一緒にいかがですか？まだまだこれからずっと昔に帰ってタイムマシンを操縦していただくんだから。ではそのおにぎりを。タイムマシンの中で食べるお弁当は何といってもおにぎりに限ります。いただきます。さあ、お弁当を食べ終わったら、おじいさんやおばあさんが生まれた頃よりもう一つ昔の時代へ行ってみよう。はい、了解。昔見える時間ハリハリ、直ちにセットします。それになんだか今の舞台より少し暗いだろう。今僕たちが見てるのはね、江戸時代の歌舞伎なんだ。聞こえてくるのは長唄の娘道成寺。長唄というのはね、江戸時代の中頃から作られた代表的な日本音楽なんだけども、歌舞伎はね、この長唄だとか少し後になって出てきた浄瑠璃の一種の清元だの時和津などというので伴奏するようになったんだよ。この頃は地下鉄もタクシーもなかったから、都内の人でもお芝居を見に行くには朝暗いうちに家を出て途中で朝ごはんを食べて行ったんだ。お芝居もね、
今の時間でいうと午後5時には終わってしまって、夜も普通8時頃になると大人も子供もさっさと寝てしまったんだよ。昔は電気の代わりにあんどんがあったんじゃないの？ろうそくだってあったんでしょ？まあ2つともあったけれどもね、あんどんの油は今の電気代の何倍も高かったし、ろうそくはろうそくでそれよりもっと値段が高かったから、夜更かししないでその代わりみんな朝早く起きて働いたんだ。それともう一つね、江戸の頃は火事と喧嘩が名物って言われるくらい火事が多かったんだ。だから火を使うことにはとても注意したんだよ。あ、火事が近いぞ。時田博士、どの辺か探してください。了解。時代は1855年ということは、ペリーの黒船が浦賀やってきた2年後ですね。すると江戸の大火として知られている安政2年の大火事の真っ只中へ来てしまったというわけだ。おや、どうしたの？あんまり火の勢いが強いので昔見えるマジックアイナカランプがついた。早く時間を変えないと。この火事の中で帰らなくなったら大変だね。これでまた少し昔へ時間を遡りました。赤ランプも消えたし、もう大丈夫です。ああ、どうなるかと思った。本当？みざい、わかに。お人形が舞台の上で動いてる。おじさんが人形の後ろから手を入れて動かしてるんだよ。これはね、人形浄瑠璃といってね、江戸時代の初めの頃に大阪で盛んになったお芝居の一つなんだ。お話の筋やセリフが歌になってるだろう。こういう音楽を義太夫節といってね、三味線も長唄の三味線より大型で音も大きくて低いんだ。今やっているのは有名な寺子屋といってね、主君の子供の身代わりになって死んだかわいそうな子供のお葬式をやる場面で、いろは送りという部分なんだけれど、いろはにほへとが出てくるからよく聞いていてごらん。時代の人形ミュージカルだね。でもマイクもないし大変だっただろうな。場所移る西へ25度。これも江戸時代の初めの頃のお琴の曲でね、乱れというんだ。ずっと前に聞いた春の海とは随分感じが違うだろう。
さあ今度はもう一つ昔の室町時代、金閣寺ができた時代へ行ってみようか。了解。昔見えるのスクリーンをよく見ててくださいよ。室町時代はね、お能ができた時代なんだ。観阿弥と世阿弥という親子の能楽師がいてね、後で出てくる平曲だとか、その頃までにあった猿楽や田楽というお百姓さんたちがやっていた簡単なお芝居をもとにしてね、将軍や貴族にも見せられるような立派なものに作り変えたんだ。このお能はね、さっき出てきた歌舞伎や人形浄瑠璃のいわばお母さんみたいなもので、日本のお芝居や音楽にとても大きな影響を与えた。役者はお面をかぶって歌いながらお芝居をしたり踊ったりする。そして脇に控えたコーラスが筋を説明し、笛と鼓と太鼓が伴奏するんだ。そんな方向方世界においこれが平曲、またの名を平家琵琶といってね、源氏と平家の侍たちの戦いを琵琶を弾きながら語っているところだ。何言ってんだかわからないや。博士、私早くチャンバラが見たい。今宇治川の戦いのところに時間を合わせてるところだからね。コンピューターが計算してる間、このイヤホンで今聞こえている琵琶の歌物語の翻訳を聞いてるといい。このタイムマシンにはね、昔の言葉を今の言葉に翻訳する機械が積んであるんだよ。このイヤホン耳に入れるんだね。進んでる。今からざっと800年ぐらい昔、源範頼と義経の軍隊が木曽義仲の軍隊と戦うために琵琶湖の下流宇治川の岸へやってきました。宇治川は檻から雪解けの水でゴーゴーと渦を巻き、ものすごい勢いで流れていました。その時、俺が一番に川を渡る、いや俺だとトップを争ったのが梶原源太景成と佐々木四郎高綱という二人の侍大将。それぞれ鶴住池月という名馬に乗って一斉にスタート。さあどちらが先に向こう岸にたどり着くか。あ、佐々木二馬身三馬身とリード、梶原の方は水の流れに押し流されて下流へ下流へと離れていきます。佐々木一着。岸に上がるとたちまち大声で宣言をしました。宇田天皇より数えて七代目の血筋にあたり、滋賀県に住む佐々木三郎秀吉の四男、佐々木四郎高綱、宇治川渡って一番乗り。ほら、ちょうど宇治川の合戦の日にやってきたぞ。日本の方々に侍の親分がいてね、それぞれ自分の縄張りを広げようと互いに戦争してた時代だよ。
どうやら平安時代の終わりの頃に来たらしいね。これは田楽といってね、田植えの時にお米がたくさん取れるようにと神様に祈るために村人たちがやった簡単なお芝居のついた踊りなんだ。笛と太鼓とビンザサラという楽器で伴奏しているけれども、のどかなものだね。時田博士、さあもう一昔前の日本へ行ってみましょう。了解。ここはどこ？ここはね、わかった、京都だ。東京なんてまだ田舎の頃だ。わあ、広い道路だな。今よりずっと広いね。ここは朱雀大路、道幅が84メートルもある。車を引いた牛が方々に止まってる。あれはね、ラーラ、牛舎だ。差し詰め今で言えばマイカーだね。道が広いから駐車していても大丈夫なんだよ。あのマイカーに乗ってきたのはこの時代、つまり平安時代の貴族の人たちだ。またどこかの家へ集まって音楽会などして楽しんでるんだろう。ああ、やってるやってる。これはサイバラといってね、日本に古くからあった歌を奈良時代に中国から渡来した笙や篳篥で伴奏する、いわば和洋合奏、まあ正確に言えば和唐合奏なんだ。外国の楽器の音階と日本古来の歌の音階が合わないもんだから、時々ぶつかる音の出てくるのが特徴なんだよ。よく聞いててごらん。ほら、この音ぶつかってるだろう。あそこで女の人が一生懸命お習字しているだろう。あれはきっと源氏物語を書いてるんだよ。まだガリ版もなかった時代だから、みんなああやっていちいち書き写してたんだ。それにあの紙もとても大事なものだったから、紙で鼻をかんだりお手洗いで使ったりなんてとんでもないことだったんだよ。トンテなんかこの頃に生まれなくてよかったね。どうして？だってこの頃はお昼ご飯なしだもの。お弁当も抜き。そう、朝と夜の2回きりだったんだ。僕なんか一日4度でも5度でもいいのに。時代の音楽でね、忘れてならないのはこの唱名なんだ。唱名というのは仏教のお経を節をつけて唱える音楽なんだけれども、これも元はね、中国から伝わってきたものでだんだん日本的になってきたんだ。うう言ってるみたいだけれども、実はとても複雑でね、難しい節回しなんだよ。よほど練習したお坊さんでないと歌えない。平曲やお能の節回しもね、この唱名から大きな影響を受けているんだ。そしてお能は前に説明したように義太夫や長唄に影響しているし、それが浪花節にまで影響して、また浪花節から演歌のような現代の歌謡曲も出てきている。
だからね、この声明はね、いわば日本の音楽の先祖だと言ってもいいんだ。時田博士、もっと昔の日本へ連れて行ってください。了解。博士、僕にも時間ハリハリのダイヤル回させてよ。あ、ララにも。大丈夫かな。ずっと見てたもん。私だって。皆様、お待ちかねの大仏殿でございます。ほら、大仏様だ。大仏様の時代にやってきたぞ。でも、あれ変だ。長さだけでも3メートル以上あり、15、6人の人が楽に乗ることができるのでございます。1200年前の奈良時代と20世紀がまぜこぜになっちゃったじゃないか。やっぱりトンテ君やラーラちゃんには無理だったね。ごめんなさい。これも称名だけれど、これはさっきよりもっと古い奈良の大仏様ができた奈良時代のものなんだ。東大寺の二月堂であるお水取りに使われているものでね、この頃のお経は今のと違って威勢が良くて力が入ってるね。日本ではね、昔から神様はどこにでもいると信じられていたんだ。山も川も水も風も全て神様で、その神様たちのおかげで人間が生活していけると考えられていたんだ。で、この音楽はね、そうした大自然の神様に捧げる神楽歌でね、今は宮中でしかやっていないけれど、あちめといって呪文のような言葉を長々と歌って、日本の古くからあるお琴で伴奏する歌なんだ。じゃあ博士、今度は僕に時間ハリハリのダイヤルを回させてください。どうぞどうぞ。ほーら、聞こえてきた。これはきっと邪馬台国の音楽でね、日本にその頃卑弥呼という女王がいたんだ。で、この卑弥呼はとても勢力のある女王でね。真由澄さん、時代が違いますよ。時間ハリハリのメモリを戻しすぎちゃったんです。ここは原始時代。あの鳴き声は多分、うわー、お母さん、恐竜だ。こっちを見てる。はい。わあ、おっかない顔したおばさん。ね、
私たち今いつ頃にいるの？ほら、博物館なんかに行くと大昔の土器の破片とかが陳列されてるだろ。その大昔に今僕たちやってきたっていうわけ。大昔の人はね、初めは貝やお魚や獣を取って暮らしていたけれども、だんだんお米や野菜を作る生活に変わってきたんだ。で、この頃の人たちはね、お米や野菜を育ててくれる太陽とか水、それから地面や風にそれぞれ神様がいると思っていつも拝んでたんだ。そのうちにね、拝みながらこうやって歌うような調子で声を出す専門の人が出てきて、その人たちが神様と人間の間に立って、今年は作物がよくできるかとか、神様のお告げを聞いたり、病気の人をおまじないで治そうとしたり、また死んだ人の魂を呼び寄せて話をしたり、大活躍をしたんだよ。そういうお祈り専門の人をね、巫女と言って、大抵女の人だった。今でも神社に巫女さんいるね、うん、あのおみくじ引くところにね。これは警筆といってね、天から神様を呼び下ろすときに出す声なんだ。これだけでは歌とは言えないけれども、今やってる神主さんが神様に捧げる祝詞というお祈りの言葉には何か節回しが感じられるだろう。歌というものはね、こういうところから出来上がってきたんだよ。とにかく大昔の音楽っていうのはこのようにね、神様ととっても関係が深かったんだ。足原の水穂の国を安国と平らけく白しめせとことよさし祭りきかくよさし祭りしくぬちにあらぶるかんどもおばかんとわしにとわしたまいかもはらいにはらいたまい。ねえ、今度は恐竜の世界へ行ってみようよ。さっきのは確かステゴザウルスだよね。僕もっと大きいディプロドクスとかブロントザウルスに会ってみたいんだ。でもそんな昔へ行ったって人間はいなかったんだから、音楽だってないしつまんないと思うわよ。そんなこと言ってラーラ本当は怖いんだろう。でもそろそろ帰らないと、研究所のみんなが心配するから。前泉さん、この辺で。そうね、残念だけれども、じゃあ帰ることにしましょうか。つまんないの。ああ、よかった。じゃあ恐竜の時代をちらりと覗いて、それから一気に20世紀へ帰りましょう。出発進行。タイムマシンのおかげであっという間に現代へ戻ってきてしまったね。今戻ってくるときにきっとよく分かったと思うけれど、僕たちが今歌ったり聴いたりしている音楽もね、決して今突然に作られたものではないんだ。例えば歌謡曲は浪花節から、浪花節は義太夫から、義太夫はお能や平曲から、そしてお能や平曲は小妙からといった具合にね、みんなそれぞれ前の時代の音楽を元にして生まれてきているんだ。ちょうどトンテやラーラにもお父さんやおじいさんがいるだろう。そのお父さんやおじいさんにもまたそのお父さんやおじいさんがいるというふうに、
大昔までずっとつながっているだろう。それと同じなんだよ。だから君たちも音楽を聴くときに、その音楽がどんなところにつながっているのかと考えながら聴くとなお面白いと思うんだ。